ドメモリーズ。スタートボタンを押してね。いきなり写真を撮ったかと思うと遠い目をして喋り出すから何かと思ったわよ。まったく疲れてるんじゃないの？じゃあしょうがないわね。今日はもう帰りましょう。まだ明日もあるし。やっぱり外の空気は涼しいね。実は襟裳岬に来るのは初めてなんだ。行ったことのある人はみんな景色がすごくて絶句するって言ってたよ。それにこの辺りには幻の貝が落ちてる時があるんだって。